メッセージが届いていたな。先輩、この間のクエスト、まだエピローグを見てなかったと思うんですが。ああ、そういえばそうだったな。あの二人がどうなったのか、見に行こうじゃないか。はい。ようやく、君に会えた。帰ってきてくれたのね。もう一生離さないわ。よかったですね。ああ、NPC とはいえ、恋人同士が離れ離れになるなんてことは見過ごせないからな。はい、二人の手助けができてよかったです。しかし、生き別れた恋人たちを再び合わせるクエストか。 VR 世界には NPC にも様々なドラマがあるのだな。対戦格闘のブレインバーストでは珍しい小規模なクエストが多数存在している。こういうのも新鮮でいいものだな。そうですね。僕、二人の再会シーンを見てなんだかジーンとしちゃいました。先輩、あの、別にこれは今のシナリオを見たからとかじゃなくて、僕もこれからもずっと先輩と一緒にいたいです。いいですか、春雪くん。ああ、もちろんだ。こうして積極的なセリフをもらうのはなんだか照れるものだな。君らしくもない。え、すみません。いや、責めてるわけじゃない。もちろん嬉しいさ。ただ以前の君であればあまり言ってくれない言葉だと思ったものでね。そうですね。やっぱりきっかけは今の再会シーンかもしれませんが、この世界でキリトさんたちに出会ったことが一番大きかったかもしれません。まだ会ってそんなに時間は経ってないですけど、あの人たちが仮想世界で生き生きと生きている姿を見て、僕はまだまだなんだなって思いました。もっとこの世界を感じたい、楽しみたい、もっともっとその先へ加速したい、そう強く思うようになったんです。キリトさんたちの背中に追いつくために。そんなことを考えてたら自然とさっきの言葉が出ちゃいました。ありがとう。でも私も同じ気持ちだよ。私も彼らの生き様には驚かされてばかりだ。さすがは仮想世界の先輩プレイヤーといったところか。早く彼らと肩を並べられるように共に頑張ろう、春雪くん。